日本米沢店は山形県米沢市かすがにある GMS。本校では全身の米沢ファミリーデパート及び米沢ショッピングセンターについても記述する。昭和30年代中頃に拡大や十字や糸や緑やなどの食品や衣料品を扱うスーパーが米沢市でも営業するようになって競争が激化し始めた。それを受けて、 米沢市の商業面での求心力を高めようと、米沢市と米沢商工会議所が中心になって、移転後の米沢市役所跡地を活用して、大型店を設置することを構想したのが始まりである。当初は、米沢市役所本庁舎跡地には、地場市本と福島市に本拠地を置く中郷が共同で出資する米沢中郷分庁舎跡地には、 地元商店が入居する、より合い百貨店、あずまの建設を行う方向で、計画の策定が進められた。ところが、この米沢市役所跡地の計画とは別に、山形市に本拠地を置く、大沼が、米沢店を開設するための申請を行ったため、米沢中号と合わせて一気に二つの百貨店が、開業を目指す状況となった。商業の活性化のための中心核となる、 大型店という構想が進められていたことから1店舗の百貨店が開業することへの理解は進んでいたものの同時に2店舗が開業することに対しては絶対反対といった強い反発が地元の商業者などから生じることになった。さらに両店ともに米沢市街に本拠地を置く資本が中心となるものであったことから市外資本の進出への反発も重なり、 強い反対運動が展開されることになった。そのため、百貨店法に基づく商業調整協議会の第1回で一旦両店の売り場面積を申請から、共に約17%削減するとの案で決着したかに、見えたが、同協議会の第2回で2店舗同時出店と、市外資本進出への反対意見が強く出たことから、第1回の案は保留となって審議が継続され、 第4回では、第1回の案が白紙撤回されるに至った。そこで、加藤競争の自粛や、米沢市商店街連合会の共同事業への協力などの条件を課した上で、売り場面積の削減幅をからともに約、約36.8%削減し、米沢中号が約4070平方メートル、大沼米沢店が約3520平方メートルという形で、 決心することになった。この決心を受けて、大沼米沢店が、米沢市の中心市街地の一角にある平和通りに、地上6階建ての店舗を建設し、売り場面積約3,511平方メートルで、地場資本のテナントも導入する形で、1970年11月に開業した。ところが、米沢中号は出店せず、 名店街共同組合を発足させて進められていた、よりあい百貨店、あずまもとんざして、行政主導の商業格の設置構想は挫折する、形となった。米沢ショッピングセンター英字表記の、壁面看板戦術の米沢市役所跡地での、行政主導の商業格の設置構想が挫折したのを、受けて、米沢市役所分庁跡地でのよりあい百貨店、あずまの予定地に、 1971年10月に開業したのが地下1階、地上4階建ての米沢ショッピングセンターである。このショッピングセンターは当時地場資本でスーパーを展開していた各大食品がジャスコと提携して開設したものであった。開設にあたってはジャスコチェーンやジャスコモードといったダミー会社が運営する店舗が集まった疑似百貨店の形式であったため、 百貨店法の規制を逃れて開業することになった。そのため、売り場面積は約6175平方メートルと、大沼米沢店を大きく上回る規模での開設が実現した。ただし、市役所跡地への地元商店が入居する、より合い百貨店構想を引き継ぐ側面があったことから、開業時には地元商店のテナントが41点入居する形となった。その後、 大規模小売店舗法への移行に伴ってこのショッピングセンターはその規制対象に加えられ法改正を経て規定された第一種大規模小売店舗となり議事百貨店としての運営が必要なくなったことからジャスコを各店舗として営業を続けた。しかし1991年にジャスコが撤退することに伴って閉鎖となり 米沢ショッピングセンターとしての歴史に終止符を打った。なお、2001年8月21日付で、ジャスコからイオンに、社名変更し、2011年3月1日に、店名も、ジャスコからイオンにされているが、このショッピングセンターの各店舗だった、ジャスコは、当店の直接の前身ではない。当ショッピングセンターの店舗跡には、翌年の1992年に、 米沢ポポロが開業。しかし、中心市街地の衰退も重なり、テナントが埋まらず、ビル内に市民ギャラリーを併設した。その後は、大河ドラマ、天地人の放映に合わせ、1階に、歴史資料館、戦国の森を、2010年4月17日から2012年3月まで、1階にて開いていた。米沢市が、中心市街地活性化基本計画事業の、 一貫として解体されて2014年度に、米沢新文化複合施設が建設される予定だった。しかし、ポポロに入居するテナントの一つが2012年4月に退去しない意向を示し、テナントとウィル所有者間の訴訟となったため、西側の町の広場に変更された。なお、米沢ショッピングセンター5階には、ボーリング場、米沢セントラルボールがあったが、 2009年5月31日をもって閉鎖された。先日の米沢市役所跡地での行政主導の商業格の設置構想が挫折したのを受けて、米沢市役所本庁舎跡地での百貨店、米沢中号の予定地に1972年11月に開業したのが地上5階建ての米沢ファミリーデパートである。米沢ファミリーデパートは、 当時地場資本で医療店を展開していた草刈りが日時と提携して開設したものであった。開設にあたっては、この店舗も米沢ショッピングセンターと同様にダミー会社が運営する店舗が集まった議事百貨店の形式であったため、百貨店法の規制を逃れて開業することになった。また、食料お品売り場は直営ではなく、暮れない丸商事が入居。暮れない丸商事にとって、 この店舗が福島県外発の店舗となった。そのため、売り場面積は約5,500平方メートルと大沼米沢店を大きく上回る規模での開設が実現した。なお、開業時には5階にボーリング場が入居していたが、1974年に撤退した。その後、大規模小売り店舗法への移行に伴ってこの店舗は、その規制対象に加えられ、 法改正を経て規定された第一種大規模小売店舗となり、議事百貨店としての運営が必要なくなったことから、産法有の店舗として営業を続けた。しかし、当店が米沢崎として開業することに伴い、1994年1月に閉店した。建物は1996年5月から7月にかけて解体された。 跡地は1996年に市がこうして町の広場として整備、利用されていたが、2013年10月4日に市民ギャラリーと米沢市立図書館を併設した米沢新文化複合施設が着工した。2016年7月1日、新文化複合施設であるナセビエーが開館した。米沢サティ。 米沢サティは、米沢市の郊外の山形県道152号、米沢環状線沿いに、1994年3月4日に、開業した。戦術の通り、当店の開業に伴って、三方有の店舗を閉店したほか、米沢ショッピングセンターも、ジャスコが撤退して、一旦閉鎖となるなど、大型店が3店舗並んで、最も繁栄していた、平和通りを含めた、 米沢市の中心市街地は集客の核を失って商業の中心としての地位を創出する形となった。当店は2001年9月に秋田サティ、旧森岡南、サティ、一ノ関サティ、福島サティ、合図サティ、岩木サティなどとともにマイカル東北からマイカル本社に譲渡されてマイカル直営店舗になった。しかし同月14日にマイカルは 東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請して事実上破綻した。その後、イオンが再建の支援を行う上で求めていたため、同年11月22日に東京地方裁判所に会社構成法の適用を申請して破綻処理の手法を民事再生法から切り替えることになった。マイカルはイオンの支援を受けて経営再建を行うことになったことに伴い、 同社のプライベートブランドトップバリューを取り扱うことになった。2011年3月1日に営業していたサティはすべてイオンへ転換したため当店も店名を変更している。またシネマコンプレックスのワーナーマイカルシネマズは運営会社のワーナーマイカルがイオンシネマズと2013年7月1日に合併してイオンエンターテイメントとなるのに伴い劇場名を イオンシネマに変更することになった。出店全店舗一覧は公式サイト、専門店連絡先を参照。ワーナーマイカルシネマズ、米沢イオンシネマ米沢は、イオンエンターテイメントが経営している、イオン米沢店の別館にある映画館である。1998年12月5日に、ワーナーマイカルシネマズ米沢としてオープン。2013年7月1日に、 ワーナー・マイカルが、イオン・シネマズと合併したのに伴い、現名賞に改称。ワーナー・マイカル・シネマズとしては、唯一、総座席数が1000席未満だった。なお、イオン・ヨネザワ店とは、道路を隔てた位置に存在する。ベニマル・ヨネザワ店、ヨーク・ベニマル・ヨネザワ店。1992年に、現在のヨネザワ店が開店したため、ヨーク・ベニマル・ヨネザワ中央店に改称。 統合後は、イオンシネマ下妻の722席が最小。イオンシネマズ関東も参照。ありがとうございます。